て恐ろしかった。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。仕事に戻らなくていいんですか？仕事ですか？私こんな格好でビジネス街にいますが、無職なんですよ。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか？実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て私は、気の毒だわ。もう一度頑張ってほしいな。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。山根市、震度6弱が川瀬県西部、北部、震度5が川瀬県西部。
しよう。うちの生徒たちどこに行ったの？はあ、このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？青いベスト？心当たりはないです。そうですか。私、この近くにある翡翠学院高校の教師で、日賀と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました。青いベストの生徒を見つけたら教えますね。本当ですか？ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。おい、そこの姉ちゃん。あ、怪しい男の人。悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈で顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？それらしい男の人なら、さっきそっちへ走っていくのを見ました。逃げ足の速いやつだ。繋がらないわね。こんなことに。
してお近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報です。震度7が川瀬県翡翠市山根市、震度6弱が川瀬県西部北部。地震だったわね。震度5が川瀬県東部。緊急車到着です。切り替えて放送してまいります。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することも最優先にしてください。地中が始まったってる。気のせい、変化の延期だってさ。初めてよ。どうなってるんだ。わかる範囲で教えてください。面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？そうよ、面接を受けに来たの。面接、延期になっちゃいましたね。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。
うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て私は、自信に負けずに頑張ってほしいな。面接の延期だってさ。初めてよ。ビルが倒れてすごかったよ。今日面接してもらいたいんですけど。手がいたころか、分かる範囲で教えてください。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちになんかよ。先生が待ってるわ。一緒に避難するのよ。は？先生？何言ってんのあんた。秀美さん、比嘉先生よ。今年入ってこられた。ああ、新人の比嘉ですね。あいつまた私たちを連れ戻しに来てたんですね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。Thank you.
そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いつかあなたの気持ちが生徒にも伝わりますよ。ありがとう。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。生徒でしょ。先生が探していたよ。え、先生が。山内さん、いや、学校に戻りたくない。比嘉先生。先生、それにひろこも無事でよかったです。ええ、あなたたちも。先生、これからどうしますか。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか。本当だ、あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは。何言ってるの。そんな。わかりました。ダメよ、それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください、私が最初にくぐります。ありがとうございます。気をつけてくださいね。